突然ですが、皆さんのご家庭にもこんなカレンダーがかかっていませんか？年末になると多く出回る名入れカレンダーです。企業などが配る贈答品として日本人には馴染み深いものとなっています。そんな名入れカレンダーを印刷販売する会社が羽島郡笠松町にあります。義南カレンダー。1967年の創業で、従業員数はパートの11名を含め14名。さまざまなデザインのカレンダーを仕入れ、そこに一つ一つ手作業で会社名などを印刷していきます。こうしたやり方でなんと年間およそ1億1000万円を売り上げているのです。こちらは義南カレンダーの専務、高橋恵美さん。このホームページが売上アップの秘密です。義南カレンダーが注文を受けるウェブサイト、いいこよみ.comです。名入れカレンダーというのは、ご注文をいただいてから40日ぐらいで出荷というのが普通の流れなんですけれども、当社では、お急ぎの方のために最短、10営業日で出荷できるようになっています。堪能期の秘密を、どうしてそれが実現できたのかというのをホームページの方で、イラストを使って分かりやすく説明しています。ネットショップというところで、顔の見えないお客様にも安心してご購入いただけるように、ホームページ全体に私たちスタッフの写真を掲載して、顔の見えるホームページ作りを心がけています。パート11名のうち10名が女性という義南カレンダー。10年ほど前から女性を中心に従業員を増やしてきました。高橋さんはこの職場環境も売上アップにつながっているといいます。印刷の工程の際にやはりゴミが飛んできたりとかっていうことがあるんですけど、そういうことに対しても素早く気づいていただいて、細かいところなんかにもすごく目配りをしていただけるので、不良の発生率がすごく少ないんですね。お客様の方から納めた商品がすごく綺麗だったっていうふうにおっしゃっていただくことも多くて、本当にそれは大きいと思います。こうした女性の力を最大限に発揮してもらおうと、女性が働きやすい職場作りを大切にしています。家族とか子供のこととか優先して考えてくれるんで、子供の行事とかですごい申し訳ないんだけどって言っても、心よくいいよ、お休みしていいよって言ってくださるんで、その代わりお休みもらった分は違う時にじゃあ頑張ろうっていう風に気持ちにさせてくれるんで、とてもありがたいです。お休みをいただくことが多いんですけど、すごく柔軟に対応していただけてますし、熱なんかで子供から保育園から連絡があってもすぐに帰らせてもらえてたりとか、すごくありがたいです。こちらは高橋さんの自宅リビングで話し合っていたのは、義南カレンダーの社長高橋陽介さん。2001年に結婚した高橋さんの夫です。家内が嫁いでくるぐらいの頃から大型店ですとか、そういったところがどんどん大きくなって、私たちのお客様である小売業さんの売り上げが減少するとともに、やっぱり、受注金額も少なくなっていったということはありますね。全く印刷業界っていうのも知らずに嫁いできたので、ただただ与えられた仕事をやっていくっていう感じでした。そんな高橋さんがなぜ名入れカレンダーの売上アップを果たすことができたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。既存のお客様のからの売上っていうのが減少していく中で、新規開拓をしていかなければいけないというふうに常々社長と話してまして、いろんな業界でネットショップっていうのがどんどん盛んになってきてる時期だったので、うちもちょっと挑戦してみようかなっていう、本当に何もわからないところからのスタートだったので、
パソコンにプレインストールされてたホームページビルダーを使ってよそのホームページとかを参考にしながら一個ずつ作っていく中でたくさん苦労はしました。お金をかけなかったりかけずに挑戦できることもたくさんあると思うんですね。まずは自分たちの状況を見て何ができるかを考えてそしてできることがあればまずはやってみる行動してみるっていうことだと思います。岐阜市にあるふれあい福寿会館、今月17日、商品開発をテーマにしたワークショップが開かれていました。そこに高橋さんの姿がありました。女子はそのポイを大事にするかも。見た目から入る。実は今年3月に立体のものにも印刷できる特殊な印刷機を導入、新たな柱となる事業に育てようとオリジナル商品を開発中なのです。今ある事業はもちろん大切にしていかなければならないっていうのはありますから、それは一番重要なところだと思うので、ただそれだけではやはりそのこれからの時代の流れとして少し弱い部分もあるのかなっていうのはあるので、また違った方向でまたお客様の役に立てれば。仕事の多くの部分を機械設備に依存する印刷業はデジタル化の大きな波に押され、技術面での能力格差が広がり激しい逆風に見舞われています。またインターネット経由での受発注が普及して価格やスピード面での競争が激しくなり、中小規模の印刷会社の多くは苦境に立たされています。ご覧いただいた高橋専務は自社の強みを見極めて的確な情報発信と柔軟な勤務体制によって次第に落ち込む業績をカバーすることに成功しました。環境の変化に立ち向かい、働きやすい職場から女性の力を引き出して業績向上に挑戦し続けたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。